ぼ回復したね。アッシュ、平行て世界の情報にもこの展開はなかったか。アルファルドさんを人質に取るなんて、こんなやり方許されないと思います。アビスのみんなのためにも絶対にあの人を取り戻さないと。でも敵の数もわからないのに、僕たちだけでなんとかなるんでしょうか。お前はどの世界線でもいい子だな。なんかアッシュとはもう最初に友達になったもんな。アッシュとは別のクラスの子で、初めて友達になって次の時にはすでに敵になって倒さざるを得ないっていう地獄だったからな。アッシュ本当主人公、アッシュ主人公、アッシュ感があるな。これ何なのこここの部屋は何なの。何もないけど、なんやねん。レベル上げすることができないもんね。アビス編は結構難しいよね。バルニー、後輩をのこのこ私にって無事に帰ってこられるとは思えねえ。あ、バルニーにもそんな知恵が。どうにかアルファルドさんを助けてさらった連中も踏んづかまえてやりてえが、ちと戦力が心あった。お前もそう思うだろう。アッシュも同じこと言ってて、バルニーもそう言ってることは、まさかまさか、うちのクラスってか、この場合になっちゃどこの、この場合になっちゃどこのクラスも受け持たないで来て、アルファルドさんから地下アビス、まあ、混沌アビス、夏日クラス生を任されたってことなんだよね。地上の子たち連れてくれるのかな、この話だと。なんかそんな雰囲気ない。アッシュといい、バルニーといい、ゴロつき、ね、ゴロゴロしてんの。どうにも物騒になってきたからね。あ、その方がいいね。子供たちは奥の居住区に避難させた。うん、その方がいいね。あなたたち同時に出ることあんのね。カットしてたけど、角組同時に出ることがあんのね。これ夫婦なのかな、あなたたちは。夫婦ですか。あなた遠いとこから来たんでしょ、居住区的に。無事だといいけど。そっか、二人出ることあんだね。ゴルフクラスの連中は確かに。夏美クラスな。あいつらだけじゃ心もとねえ。先生、あんたすげえ強いんだろ。まあ、アルファルドさんを助けてやってくれよ。指揮官ですから。な、コントン夏美教官は指揮官ですから。現場で全てを制圧できるな、ね、ユーナさんとは違うんですよ。ユーナさんは、なんか女神なんでね。制圧力高いけどさ。大事。またな。あんまり使ってないように見えて、すごく大事だな。あ、珍しい組み合わせね。よく見ると。おお、こう見るとヒナって身長低いんだね。へえ、身長低いんだ。まあ、なっちゃんが身長高いのはあるけど、おお、ヒルダちゃんと同じぐらいなんだ。おお、そっか。なんかどうも肯定感が強くて身長高いイメージだけど。誰が枢機卿なのか。可愛いんだね。少し調べたくらいではわからないわ。教団の秘密の一つだもの。誰が枢機卿？敵枢機卿なんだっけ？それをあえて手紙に書いて起こすなんて。アルファルド様だよね、枢機卿。教団内部の権力闘争かしら。ああ、そっちのパターン。もう教団恨んでるからね。なんかあるいはヒナはそう思わせることが理由か。何が起こっているのか気にかかるわ。なるほどね。アビスを守るために砲杯を見つけたのに、そのせいでアルファルドさんは。うん、あの人ここのみんなに慕われてるし、どうにかして助けてあげたいですよね。そうだね。でも正直私たち部外者なのに巻き込まれすぎじゃないですか。まあね、そうだね。でも先生担任なんで。そっか。なんか俺の中のイメージだと、ファイアーエンブレム風化雪月のといえばって言えばヒルダちゃんヒルダちゃんかフェリックスなんだよな。なんかメイン張ってる感あるんだよな、3人のその球長より。俺の中では。ああ、悪だくみしてる。アルファルドさんは枢機卿だったのか。そんな教団の大幹部がさらわれるとは。どのあたりなの枢機卿、わかんないんですけど。それそのなんか宗教のランクはわかんないんですけど。犯人は俺たちが砲杯を入手したことを知り得た者、かつ砲杯の使い方を知っている者か。まさか部屋に飾ろうってんじゃないよな。これアルファルドさん自身じゃねえか、その展開だと。アルファルドさん裏切りそうだもんな。アルファルド殿が語った伝承によれば、後輩には死者を蘇らせる力があると。うん、破壊フェリックス、やめろ。破壊フェリックスを復活させるか。まさかこの世界線だとフェリックスは亡くなってんのかな。
倒したことになってるのかな、前回は世界線引き継いで。それとも世界をねじ曲げて入ってきたのか、またこっちの世界に。どっちなんだろうな。あの方をさらった者たちは後輩の力を使って誰かを蘇らせたいとでも思っているのか。まあ、真っ当に見ればネメシス様で、正しい心眼で見ればフェリックス、まあ、どっちかだな。宝物としての価値も桁違いだろうし、監禁するつもりなのかもしれないが。そんなんでいいの？そんな金銭的な。もう君たち本当にどうか、どうしたの。この子たちは笑顔にしたい、いつか笑顔にしたい。でこの人は売り上げしよう。なあペトラ、私知らないよ。何も見てない、ずっとここにいたよ。嘘をつくな。ペトラ、お前が何も見てないわけがねえだろ。あなた私疑ってる？疑っている。勘違いしない、私無実だよ。無実な人間はそんなこと言わねえ。これ言うと思うけど、私を救いたまえ混沌の黒びこよ。オッケー、とりあえず定期的に祈っとかないとな。こっちに誰かいるね。リンちゃん、さっきハピと話してて思ったんですけど、うん、彼女特殊な紋章持ちじゃないですかね。いや4人ともそうだと思うよ。特殊な紋章って言ってるけど、みんな効果ほぼ似てるけどね。もしかしたら四使徒と何か関係が。完全に血脈でしょ。そうすると谷の封印は、いや、そうだよね。だから4箇所行くんじゃないかな。これが最初の頃に言ってたなんか教団の影みたいな。あ、先生放置してすみません。あ、放置されてた私。でももう少し考えてます。ちょっと放置しないでよ私のこと。かまって。そっか。寂しそうね。寂しそうね。マスターかまってあげろよちょっと。そっか。ユーリスね。町の連中に大した被害がなかったのは不幸中の幸いってか。なんかやっぱじゃあそういう意味でもアルファルドさんじゃないのかな。自身が自分から演技しながら出てっただけなんじゃないかな。足腰立たねえ年寄りとガキどもは一時的に居住区に避難させたよ。ああ、まあ足腰立たなくない年寄りはいたな。そっか。あの人は足腰立ってるから避難してねえの。何か手伝えることはある。手際が良い、手際が良い。泥付きどもを動かすのには慣れててね。おかげですっかりお頭呼ばわりさ。ああ、向こうに食料置いといたよみたいな。まあこの状況だ、何かと疑心暗鬼にもなるが、まあね、まずは目の前の問題を一つずつ片付けなきゃならねえと俺は思うぜ。うん、ユーリスは理的、なんか知的な感じだもんな。クロードに近いとこやっぱあるよね。アルフさん助けてあげないと。アルフさん呼びなんだ。ハピも子供の頃さらわれたことあってさ。書いてあったね。その時は変な研究の実験台にさせられちゃったんだよね。ハピちゃん、ヒナ、リシティアだよね。今んとこなんか変な、なんか闇ソロンたちか分かんないけど、さらわれて実験台にさせられてるのが3人いるんだよね。おそらくヒナもそうでしょう。今回は包廃さえ持ってけば交換してもらえそうだし、穏便に住めばいいけど。そんな景品交換所みたいな感じなの。そうそうですか。やはり地下に。あなた少しよろしくて。アルファルド様をさらった敵のことで、うん、先ほどはああ言いましたものの、やはり地下に回し者がいるのではと思いますの。もう一人のお前じゃねえか。いないと思う。いると思う。このパターンどうなんだろうな。やっぱアルファルドさん自身だろうな、みんなを疑わせて。そういうパターンだろうな。否定しとくか。そうですか。あなたもそういうのであればそうなのかもしれませんわ。結構簡単に覆ったな。ユーリスは仲間思いですけれど、仲間を信用しすぎている気もしますわ。ああ、これで OK だよね。物語を進めますか。まあ、進めよっか。なかなかいいバランス取れてるのかな、コンちゃんとユーリスとバルニーとハピちゃんっていうのは。結構それぞれが違う感じでカバーし合ってる感あるな。傷もほとんど浅いもんだし。やはり最初から狙いはアルファルド殿の一人だったということだろうか。うん、余計な犠牲を出さないよう雇い主から指示を受けていたのかもしれないわね。そうかもね。なんか地上の子たちが出てこないからちょっと寂しいな今回。このサイドストーリーちょっと寂しい感があるな。もう九丁のみんながいるっていうのはちょっとワクワクするけど、だとしたら九丁3人同士の支援イベントちょうだいよ。ところであの人って本編で起こせないんだから。本当にいるのね、数奇教って。え、何それ、数奇教ってレアなの。数奇教団でしたっけ。バルフクロスの皆はアルファルドさんがその一員だって。知らなかったな。少なくとも俺は
枢機卿が誰かは教団でも非中の非難だろう。あ、そうなの。あー、レア様直属部隊みたいな感じのこと。俺たちに教えるはずもねえさ。ユーリスは聞いてたかもしれねえが。なんで。ああ、なんで知ってんの。あの人とはいろいろと話す機会も多かったからな。うん、フル株なのかな、やっぱユーリス。あの人の素性なんかよりも今はもっと先に話し合うことがあるだろう。かどわかされたアルファルドさんを助け出すにはどうしたらいいか。かどわかされた、かどわかされたって表現合ってる、この状況下で。ユーリス裏切り者か。そのパターンもありえるな。裏切り者というかアルファルドさんと結託してなんかやってる可能性がある、みんなを守るために。演技かな。あの方を助け出すためとはいえ、後輩を悪党ごときに渡せはしませんわよね。渡しちゃえばいいじゃん。みんなは反対だろうけど。ん？おい！知らせを受けてきてみれば。お前は先生までいるではないか。あなたも女神の憲兵。どうしたのだ。アロイス、地聖人アロイスよ。来たのか。このうるさ、あ、いや、騒がしい騎士殿は先生の知り合いか。知らぬ、殺せ。奴を殺せ。知らぬ、こんな奴聞いたことも見たこともねえ。耐えれる父の部下、父の部下だ。耐えれる騎士だ。赤の他人だ。冗談とはいえ、このアロイス、さすがに悲しいぞ。ちゃんと奥さんと娘さんを大事にしろ、アロイス。で、アルファルド殿が何者かに誘拐されたという話だが。ネタで済ますんじゃない、ちょっと。あの方は教団の重鎮。本気で言ってんのよ、私。総力を挙げて捜索せねばならん。とは言っても、今は西方教会絡みの件で。視線力の聖騎士たちは出払っている。あ、そうなの。ああ、西方教会か。なんかあれか、あったか、そんな話。てか、アロイスさん、サイドストーリーから始めた人からすれば本当に初対面なんですけど、ちょっと。ま、万全でなくとも、力を借りて損するってことはないだろう。さらっと受け入れたの、お前ら。確かに万全とは言い難いな。なんかタイプ似てるもんね、アロイスさん。残っている騎士もみんな、言い難いよ。あ、言い難いを。それよりこの書簡をどうぞ。枢機卿をさらった者が残したと思われます。内容を読むに、敵の狙いはアビス仮想に封じられていたという崩壊かと。あの崩壊か。お前が犯人か、アロイス。貴様だったか。だが崩壊がなぜそのような場所に。アロイス隠し事できないもんな。レア様、アロイスに話すのは完全に間違いだろ。アロイスに隠し事はできないぞ。あ、それがですね、ここです、これです。これはまさか崩壊。お茶飲む。これでその可能性が非常に高いというのが私たちの結論ですわ。恐ろしい護衛がついてたし、謎の封印も施してあったし、完全にセイロス教団の作ったものだったんですけど、信じてほしい。この目で見た。おお、貴殿らがそういうのならば、後輩の封印に関しては真実なのだろう。どっち選んでも同じだったかな、反応。残ってしまったことは仕方ない。そうだよ。のだが、見過ごすわけにもいかん。あ、これダメなの。やっちゃダメだったの。これは一度レア様に報告する。やめてくれ。レアだけには報告しないでくれ。やめてくれ、怖い。お茶会開かれてしまう。レア様のお茶会が始まってしまう。やめて。それだけはやめてくれ、アロイス。何でもするから、何でもするからやめて。レア様だけには報告しないで。すすやみの章、裏切りの時。裏切りの時。え、アロイス、お前まさか。まあ、アビス組の中にいるんだろうね、この発言からすると。まあ、ユーリスかな。イメージ的にはユーリスかな、あるとすれば。ユーリスが、そうです、まあ、うわっ。事情は把握できます。殺さないで。これは確かに資源の崩壊でしょう。正解。数少ない教団の記録とも一致します。あなたの記憶とは一致しますか。私たちの処分は、いかようになりますか。場合によってはお前を殺す。司法の封を破ったのですから、本来ならば相応の罰を下すべきなのでしょう。分かった、冷静だ、冷静だ。所在のつかめなかった司法を見つけ出したとも言えます。その功をもって不問とします。やったー。それに
もしかしたら、もしかしたら、いえ、封印あれ朝間 BGM だ。あなたの影響かもしれません。混沌夏美教官言ってくれる。あーいいな、字面で出てくると嬉しくなっちゃうな。やっぱニヤニヤしちゃうな。後輩は四使徒によって厳重な封印が施されたと年代記には記されています、うん、封印を解く鍵は彼らの血に宿ったという四つの紋章のみの。はい、もう画面上に映ってるような気がしますけど。ですが特別な力を持つあなたならばその封印を破れてもおかしくはありません。あ、私のこと言ってんの。あ、そう、私のことですか。あ、なっちゃんもへそ立ちだったわ。ハピちゃんと同じだったわ。後輩はひとまず私が預かります。それが狙いか。その上でアルファルドの身柄は騎士団が必ず取り戻すと約束しましょう。彼は私に、これ地上に出てこれるのかな。これで我が子のようなもの決して殺させはしません。我が子のようなもの、これは比喩ではないのかな。本当に眷属かな、女神の。そういうこと。地聖人全員出てるわけじゃないんだよね。四使徒は今回初めてだけど、地聖人セテスとフレンとアロイスしかいないから、あと一人足りないからアルファルド様なのかな。お待ちになってください。でも髪の色違うよね。私たちとて引き下がることはできませんわ。相手は騎士団を連れてくるようならばアルファルド様の命はないと言っています。ここは室内だからオッケーなんですか、こんちゃん。あの方は私たちの恩人なのです。万に一つも殺させるわけには参りませんの。でもレア様に任せようよ。騎士団が頼りになるのは知ってるけど。さすがハピちゃん、ちょっとフォローしたな。ハピたちだって戦えるし。あ、先生は騎士じゃないから来ていいじゃん。あ、そういうのあり。抜け穴、抜け穴あり。他に抜け穴かいくぐれる人いるかな。トーマスいたな。あれも学生たち連れてくれるんじゃないの。騎士団じゃないでしょ。今回だけは認めちゃくれませんかね。そういうこと、もしかしてそういうことじゃないの。なんか戦力足らないって言ったり言ってたから連れてくれるってこと。俺たちだって修羅場はくぐってきてる。後輩もアルファルドさんも守りきるさ。レア様、レア様、彼らに任せて自分が責任を取る。うわ、責任は取りたくないです。彼らだけでな。取りたくないです。あなたの力があればそれも叶うかもしれません。レア様来てくれ。あ、やっぱいいです。やっぱ来なくていいです。わかりました。あなた方に後輩を託しましょう。わーい、いっぱいくれるね。なんかお待ちください。誰だお前は。誰だお前は。後輩はずっと発見できなかった司法のはず。それを彼らのような地下の。あ、そっか、そういうやつがいる。アンズルには及びません。これ以上の議論は無用でしょう。それにたとえ奪われたところで族徒に崩壊を扱うことなど不可能です。あ、そうなの。あれは本来命を呼び戻すための神器。もし正しい使い方を知る者が現れ、サタン様とか復活するんじゃないですか。それそれサタン様復活させるパターンのあれじゃないですか。違いますか。その半言の半言の術行うのであれば私はそれでも良いと思うのです。ソティス復活ってこと。その考えなんだよね。レア様は一貫してそれしか求めてないんだよね。お母様に会うことしか。なあユリス、お前がここに来た理由を聞いていいか。なんだやぶから棒に。そういえばユリって言いたがらないよね。ハピだって体質の話したのにさ。ああ、感じやすい体質。違うか違うね。魔物を呼び出し体質ね。人に言いたくねえ話だとは思うが、どうしても気になることがあってよ。ま、話さねえってわけにもいかねえか。殺しさ、教団の人間を何人か。あなたどういうこと。教団に恨みがということ。俺は大丈夫、私傭兵だから。もっと殺してるから。上野士官学校で生徒をやってたんだが。ローベ伯爵、聞いたことあるな。ローベ伯爵ってなんか出てきたね。どこだっけ。あ、もう大丈夫、私傭兵だから殺しのやり方教えるよ。バレないやつ。ある時課題の一環なんて嘘吹く教団に昔の仲間を殺しに行かされることになった。ああ、殺せなかったのか。昔の仲間ってどういうことですの。お前らからすれば俗
っとジッパ人からげにされるようなやつださ。ジッパ人からげ、ジッパ人からげ、ジッパ人からげ、カタカナで書きそうで、なんかそれでまあ講義に行ったんだよ。そこで揉めに揉めて結果がこうさ。カトネーの友達みたいで、なんかカトネーと似てるな、その境遇は。カトネーも昔の仲間を捕まえざるを得なかったね。こうさってお前な、それがアッシュの家に繋がってんだもんな。アッシュのお兄さんというか、アルファルドさんが口を聞いてくれたんだ。上場酌量の余地があるってさ。お前たちも同じなんだろ。あの人に助けてもらったはずだ。ああ、うん、ハピは修道院の地下牢に出られそうだったんだよね。ああ、そういうことなんだね。そこじゃなくて地下か、かくまわれてんのか、一応そういう意味では地下って、今だあーうんっていう言い方なんかいいな、気だるい感じになってる。ちゃんとハピがため息ついたら魔物が来ちゃうし、危ないからってさ。ああ、そういうことか。それなんで本編中で使えないの、戦いの中で。その能力、ここは暗いし狭いけど牢屋よりはマシ。アルフさん様様じゃん。それでバルタザール、どうしても気になることというのは何ですの。敵が砲杯を手に入れようとする目的に当たりがついたとか。いや、そこまでじゃねえ。だがレアさんの話が引っかかってな。レア様と対等に話しすぎてなかったか、ユリさん。砲杯の封印には4使徒が関わってんだろ。シュバリーで、俺にはシュバリエの。ああ、やっぱみんな分かってんのか、自分の紋章の意味は。ちょっといいかな、リンハルト、紋章学の勉強に来たか。今大事な話してるんだけど。いや、使徒の名前を思い出してね。ノアしか分かんない。オーバン、シュバリエ、ノア、ティモテ。ティモテは契約が失われて久しい4人の成人だよ。ティモテはハピちゃんの隠し隠れ里の名前だな。ノアは分かんない。で、バルニーはシバリエなんだね、今の言い方。オーバンはユーリスじゃなかったっけ。なんか留学生来てる子はオーバンのなんか持ってた気がする。もしかしてボルフクラスの皆さんには心当たりがあるんじゃないかと思って。ってことはノアはコンちゃんか。コンスタンツェ、今さら隠すな。俺はシバリエの大紋章を持ってる。うん、士官学校の入学時に判明して以降は教団と相談して秘匿してたがな。俺はオーバンの大紋章だ。あ、やっぱそうなんだね。どこから来たもんかはさっぱりわからねえけど。それ秘匿しなきゃいけないのかな。っていうかさ、マリアンの獣の紋章は何。獣の紋章は何。あれは例外的すぎるだろ。なんか私の家系は聖ノアの血脈をつないできましたわ。英雄の遺産の英雄の隠れた一人なんだっけ。あ、やっぱノアなのね。うーん、ってことはハピがティモテ。知らなかったの。珍しい紋章持ちって言われた気はするけど。ああ、知らなかったってか興味がなかった感じね。失われたはずの4つの紋章がこの学級に集められたのね。貴様が言うか、貴様が言うか、セイセイロスの紋章を持ってるくせに。それもおそらくは他ならないアルファルドさんによってな。だがアルファルド殿は誘拐された。それはなぜだ。防波を手に入れるだけならば無縁な手を使わずとも俺たちから直接奪えたはずだ。アルファルドさんも誰かに脅されてたか、仲間割れでもしてるのか。いや、裏切り者じゃない、この流れだと。あるいは本当に偶然だったのかもな。俺たちは結果から逆算しちまってるが、お前が転がり込んだのはただの事故だろ。ハピやコンスタンツェの事情とも無関係だ。確かに確かに、バルニーはなんかただの事故っていうか身から出たサビっていうか。俺の不始末だって起こらねえ可能性は高かった。うん、疑いすぎってやつなのかな。確かにそうか。ってことはアルファルドさんは女子2名だけが良かったのかな。まあ今は時間の猶予もない。とっとと支度して礼拝堂後に向かおうぜ。オッケー、なるほどね。裏切りの時、やっぱなんかユーリスかアルファルドさんかな。でもユーリスあの感じだとやっぱ本当に知らなそうだな。アルファルドさんかな。まあ言っちゃえば本編中ヒナのびっくりあるもんな。ヒナびっくりあるからその可能性高いよな。やっぱ仲間だと思ってたあの人がっていう。絶対裏切るわけねえだろみたいな。1、2人が裏切る。あ、はい先生です、どうも先生です。何ですか、ヒナちゃんいたの。
さっきの話、ヒルダちゃんいなかったでしょ。アッシュとヒルダちゃんなんか情報掴んでくるのかなってワクワクしてたのに来なかったね。行方不明だったお宝を見つけてあげたのにお礼も言われないなんてひどくないですか。確かにひどくないですか。封印だって勝手に解けちゃったんだし、ま、別にいいですけどね。もう何でもいいんで早くすっきり解決して元の生活に戻りたい。浴室行きたい。一緒にサウナ入る？一緒にサウナ入る？何回か入ってるけどね。うん、そっか、四使徒か。なるほどじゃん。なるほどじゃん。何が、なるほど。なるほど。適当に合図ついてるのは良くないよ、君。あれ、あれ、それを君が言うかな？君がそれを言うかな？それで終わり？そっか。終わり？教えてくれないの？何がなるほどだったの？俺は。小難しく考えるのは嫌いだからよ。知ってます。とりあえずアルファルドさん助けて事情を問い詰めてやろうと思ってる。分かっております。成り行き続きで悪いが手伝ってくれ。相手の出方もわからねえからな。しゃあねえな。ああバルニーぐらいでかいキャラって全体なんかライナもそうだけどおおらかキャラなんだよな。あんま頭使わない。体すげえ体格良くてすごい知的な頭脳戦を仕掛けてくるキャラとかある漫画ないのかな。そういうの、そういう漫画とかないですかね。ご存知ない皆様ちょっと見たいな、そのギャップ感。アルファルド様は敵でございますの、それとも味方でございますの。どっちだろうな。でもこのなんか本編の流れで疑わしくされちゃうと味方な可能性も出てくるな。あの方は私が子供の頃からここアビスを守るために地道に活動してきたのですわ。あ、そんな昔からなんだね。ヌーベル家があのようにならなければ私がガルグマクを訪れることはなかった。ノアの血脈も決してここには。やはりただの偶然ですね。いやーでも偶然にしてはできすぎてるよな。バルニーに懸賞金をかけたやつが犯人じゃねえかってことは、クロードか。クロードか。違うか違うか。グロスタール家やっぱな、あれだね、ナスの家だったね。ああナスの家だったね、やっぱ。なんで、ナスの家が、リーガン家、クロードの家を探れっていう、ミッションをバルニーに与えてはいるらしいです。別に賞金かけたの違うけどね。まあ、なんというか、そういうこった。俺はいわゆる、重罪人ってやつなのさ。いいの？お前殺した人数何人よ？私3桁超えてるわよ。傭兵としてな。傭兵としてな。誰かさんが口を聞いてくれなきゃ仕事だったね。とっくに教団に首に殺されてただろうよ。受けた恩には報いるつもりさ、たとえどんな形であろうともな。やっぱ傭兵という仕事が世の中からなくなるのが一番いい世界な気はするね。